私的な依頼だ。ウォッチポイントと呼ばれる施設がある。地中に眠るコーラルの地脈を監視し、かつてはその流量制御も行っていた施設だ。お前にはそこを襲撃してもらう。目標は西欧にあるセンシングバルブの破壊。当該施設は惑星封鎖機構の SG が警備に当たっている。企業たちも表立っての手出しは避けるだろう。つまりこの仕事は俺たちだけで遂行しなければならない。短期での夜間潜入となる。気を引き締めてかかれ。部隊はどうした？コード18、総員戦闘配置。地方から狙い撃ちにされるぞ。621、機動力を生かせ。
何度でも殺してやろう。貴様は死んだか。そこの犬、お前には同情するぞ。飼い主が違えばもう少し長生きできた。仕事は終わりだ。起動しろ。
しろ、確認しろ。あなたは第四世代旧型の強化人間。あなたには私の更新が届いているのですね。私はルビコミアンのエア。目覚めてください。あなたの自己意識がコーレルの流れに散逸するその前に。適正機体の接近を確認しました。あなたの脳波と同期し、更新でサポートします。メインシステム戦闘モード再起動。結果について調べました。惑星探査機構の無人機体バルティウスにダメージを与えるのは展開しているパルスアーマーを離す必要があります。
システムダウン。完全停止です。レイブン、あなたには休息が必要です。それから巻き込まれたコーラルの逆流、あれは予兆に過ぎません。ルビコンを焼き払うこの炎と嵐の、ベイエリアが消失しています。ですがそれすらもかつてのアイビスの火とは比較にならないほど小規模のものです。レイブン、あなたにお願いがあります。集積コーラルに到達するまであなたとの交信を続けさせてほしいのです。コーラルをめぐるこの戦いがどこに向かうのか私は見届けなければならない。一人のルビコニアンとして。強化人間 C4621 通常モード移行。新着メッセージ2件。しばらく不在なのですね。先ほどの中央表現の件ですが、ベイラムからは早速依頼が届いているようです。確認してみてはいかがでしょう。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいてE ランク帯の仮想戦闘が開放されています。戦闘技能の向上にお役立てください。